サイエンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、人参の間引き、追肥、中耕について説明していきます。こちらの人参ですね、約1ヶ月前に種をまきました時なし五寸になります。前回のですね、動画でもご説明しましたが、専用の板を使って上間横の間隔が20センチ、家庭菜園用に手で巻くやり方をやっています。ただですね、人間が手で巻いてますので、どうしても間隔がいろいろになってきてしまいます。そういったことで今から間引いていきます。人参はですね、最終的には株間、株と株の間がですね、8センチから12センチにする必要があります。当然ですね、人参が大きくなるためにですね、間隔が必要で、それが最終的にはですね、8センチから12センチの間隔にします。最初からじゃあ8センチから12センチに巻けばいいじゃないかという考え方もありますが、もちろんそういうテンパっていうんですが、そういう巻き方もあります。ただ今回はですね、筋巻きにしまして、ある程度こう密にした方が生育が良くなります。こういうのを共育ちというんですが、ある程度多めに巻いて、共育ちさせて、当然発芽しないものもありますので、多めに巻いて、で、2、3回に分けて間引きをします。ちょっとずつ抜いていくことを間引きというんですが、間引きを繰り返し、最終的には8センチから12センチにします。今回はですね、間引きを2回やるやり方で、1回目の間引きになります。2回目はですね、最終間引きで8センチから12センチ。の間隔にしますので、4本指の間隔で目安にやっていきますと、だいたい8センチから12センチぐらいになります。で、今回はですね、1回目ということで、指1本分ぐらい、混み合っているところをやれば大丈夫です。で、やる時期もですね、明確に決める必要がなくてですね、大きくなってきて、混み合ってきたなと思ったら、1回目をやればいいです。これちょっとわかりやすいのであれなんですが、3本人参が出てますが、指1本分ぐらいですね。たまたま間引く前にこのようになっています。ということで、1回目の間引きとしては、指1本分ぐらい入るぐらいの、これぐらいの間隔にしていきます。で、2回目の間引きですね。最終間引きの時には、このままですと人参が大きくなりませんので、指4本ということで、間引いて、さらに間引く必要があります。当然ですね、間引きをしながら除草もしていきます。こういったところですね。混み合っているところを取ります。でですね、間引きの基本はですね、同じようにこう、同じところから入ってた場合ですね、大きい方を残すと思いがちなんですが、実はですね、平均的な方を残した方がいいと言われています。小さいのとか病気とか虫に食われているのは当然間引きます。害虫に食われている。あと病気が出ている。小さすぎるのは間引きます。ただ逆にですね、大きすぎるのも、問題がありまして、大体こう平均的な、中間的な大きさのやつを残すのが基本になってきます。あとですね、人参の場合、このように2本同じようなところが出てますが、先ほどの説明ですと指1本入りませんよね、間隔が。ということで、間引いてもいいんですが、隣がですね、両隣が、間隔が空いていますので、この場合2本とも残しても人参はできます。ただしですね、あんまり近いと2株一緒に1個の人参になってしまう可能性もありますので、それが嫌でしたら1本間引いていただいても構いません。ただしですね、両隣が空いていれば両方とも大きくなる可能性はありますので、少しでもと思えば2本とも残すのも手になります。これなんかはもうですね、明らかに密になってますので、間引いてこういう形で間引いていきます。あと人参ですね、ある程度大きさになりますと葉っぱがこうギザギザしてますので、こう抜く時にですね、無理に引っ張ると葉っぱが傷みますので、多少こう揺らして葉っぱを抜くと、傷つかなくて済みます。で、間引いた後がこの間隔が1本分ぐらいですね。なれば大丈夫です。
今回はですね、間引いてまだ小さいので、間引き菜として、食べるのちょっとあれですが、2回目の時はですね、間引いた人参も、食べたりもできるぐらいの大きさにはなっています。間引き終わりましたら、今度はですね、追肥をしていきます。今回もですね、いつも使っている市販のぼかし肥を使っていきます。ちなみにですね、鶏糞とかでも大丈夫です。上間ですね、株と株の間、このラインに軽く巻いていきます。で、巻いた後ですね、中耕というんですが、軽く棒で、耕します。肥料を巻いたままでもいいんですが、中耕といって混ぜた方が、肥料の混ざりも良くなります、効きも良くなります。そして、草も、抑えられますので、できれば中耕はした方がいいです。このですね、量としてはもう大した量じゃなくて大丈夫なんですが、パラパラと真ん中に巻いていきます。巻き終わりましたら中耕ですね、この間を慣らすように、耕すようにやっていきます。そうすることで肥料が混ざりますし、草もある程度抑えられます。あとはですね、酸素の供給をして根の張りも良くなります。根の肥大も良くなります。なので、やれるならやった方がやっぱりいい作業になります。今回はですね、間引きの1回目ということなんでしたが、この後ですね、2回目ですね、もう少し大きくなってですね、こう抜いた時に5ミリぐらい、人参の根っこがですね、5ミリぐらいになった時にですね、2回目最終間引きをやっていきます。この後ですね、もう少し大きくなって2回目の間引き追肥の時にですね、また詳しく説明していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。動画に関するご質問やご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。